バルチゴシと羊肉の蒸し焼き煮込みバルチは、イギリス式のカレー料理で、鉄製の中華鍋に似た鉄鍋で調理し、給仕される。イギリスでは、数多くのレストランが、バルチ料理を提供している。バルチ料理の起源は正確には分かっていないが、バーミンガムで発明されたと信じている者もいれば、パキスタン領カシミールのバルティスターンに起源があると信じている者もいる。バルチ料理は、まず1980年代からバーミンガムで広まった。あと、1990年代にイギリス全土に知られるようになった。バルチという名については、北パキスタンの民族名である、バルチ人と関係があると考える人々もいる。また、別の説では、調理に用いる鉄鍋をバルチと呼ぶのだという。いずれにせよこの言葉の語源は、ウルドゥ語やヒンディ語のバルティボールティと何らかの関係がある。19世紀末のインド英語の俗語語彙集、ホブソン・ジョブソンには、ボールティ、エスヒン、ボールティ、which means バケツ、this is the pot, ボールデイ、つまり、鋼か鉄製の鍋で食品を調理したり給仕するものを指す。バルチは、ポルトガル語で、バケツないし、手桶を意味する、ボルデイに由来する、ボールティから派生したものであり、もともとは15世紀後半に大航海を展開した、ポルトガル人がインドに持ち込んだ言葉だった。現にはバケツだったものが、やがて調理鍋を意味するように変化したのである。パキスタンでのバルチゴシと一方、イギリスのパット・チャップマンによれば、バルチという言葉の起源は、パキスタン北部のバルティスターンに由来するものであり、当地では中華鍋に似た鋳鉄の鍋で調理をするのだという。著書、カレークラブボールティカレークックブックの中で、チャップマンは、バルチ鍋は、底が丸く、中華鍋のような重たい鋳鉄の器で取っ手が2つついていると説明している。また別の箇所ではのバルチ料理の起源は広く様々なものに求められ中国、チベット、さらにカシミールの都市ミルプール古来の伝統やモンゴル帝国の宮廷料理、香り高いカシミールの香辛料、山岳地帯の高地の冬の食品などに至るとも述べている。テレビの料理番組でも知られるロイド・グロスマンは、工場生産される様々なイギリス製のカレーソースを自身の名を冠したブランドで市場に提供しているが、その瓶詰めの説明書きには、バルチとはホイールカバーを意味する言葉で、パキスタンのトラック運転手たちはホイールカバーでバルチを調理するのだ、とある。バルチという言葉については、BBC テレビの番組、ボルダーダッシュ&ピファルでも取り上げられた。文字として書かれた最古の例として、1982年にバーミンガムの地元地域紙に載ったレストランの広告のメニューがあり、1984年冬に出たカレークラブの機関紙、カレーマガジン29号に読者からの質問に答える形でバルチの定義が述べられている。1982年以前に、この言葉が書かれたという証拠は乏しく、オックスフォード英語辞典も、カレークラブも、イギリスにおける、バルチの最初の使用例の確定に資する情報の提供を求めている。バルチ料理のレストランは、バーミンガムでは、バルチハウスの名で知られていることが多い。バルチハウスは、手軽に安上がりな食事ができる場所として定着している。これは一つには、バルチハウスが普通は、酒類販売免許を持たず、アルコールを提供しないためであるが、酒類を飲みたい客は自分で持ち込むのが一般的になっている。典型的なバーミンガムのバルチハウスは、内装も伝統的に簡素なものであり、初期のバルチハウスはテーブルクロスの代わりに新聞紙を用いていたという。食卓の上にガラス板を敷いて、その下にメニューを敷いていることもある。バルチハウスでは、しばしばとても大きなカラックナンが食卓に出されるが、これはその食卓にいる全員で取り分けるためのものである。バーミンガムではバルチハウスはもともとインナーシティのスパークヒルから南側に 3km ほど離れたモーズリーまでの範囲で表通りではなく裏通りに集まっていた。このレイディプールロード、ストニーレーン、ストラトフォードロードで囲まれる一角はバルチトライアングルと呼ばれ、バーミンガムで最も早い時期から営業しているものを含め、数多くのバルチハウスが集まっている。2005年7月28日のバーミンガム竜巻は、この三角地帯の建物に大きな被害を与え、多くのレストランが閉店に追い込まれたが、あと、片付けを経て、2006年初めには多くの店が営業を再開した。その後、バルチレストランは三角地帯を越えて広がり、南方のパーシャーロード沿いに集積ができている。バーミンガム製鋼のスタウバルチ料理や、その盛り付け方は1980年代に大いに人気が出て、その勢いは1990年代も続いた。バルチレストランはウェストミッドランズ州の各地に広がるようになり、さらにイギリスの各地にも広まっていった。イギリスにおけるカレー市場は拡大し、近年では年間40億ポンドの価値があるとも言われているが、今なおウェストミッドランズ州外で正しいバルチを食べることはできないと主張する人々もいる。イギリス国外ではアイルランドやカナダ、オーストラリアなどの英語圏諸国に少数のバルチハウスが存在している。1990年代後半からイギリスのスーパーマーケットは調理済みバルチ料理のバレージの品数を増やすようになり、バルチレストランは小売店との厳しい競争にもさらされるようになった上、顧客の好みの変化や他のインド料理レストランとの競争にも直面することになっている。ありがとうございます。